長友フィーバーの代表の雰囲気に警鐘を鳴らす。堂安、日本代表として戦っているのに熱量のことで話している時点で少しレベルの低い集団になっていると思う。正直、僕たちがディスカッションしているレベルではいけない。そのベースをもちろん持ちながら、そのベースがないと北朝鮮に食われる展開になると思う。長友選手が来て、久々に会えるというような甘ったるい集団ではダメだと思う。一人たくましい選手が来たのは間違いない。彼の経験値を活かしながらも、自分がアクションを起こすことは変わらずにやりたい。本当にその通り、アジアカップ前と何ら変わらない緩い雰囲気でぶっちゃけムカついてるわ。堂安のこういうストイックさはいいね。チームの雰囲気が良いのはいいことだけど、ただの仲良し集団になってしまうと甘えや弱さが出てしまう。チーム全体を高いレベルに持っていく意識の統一が大事だね。成長してる選手たちとそうでないメディア、堂安はあえて言ってるんだろうなと思う。大人、アジアカップであれだけひどい戦いしたのに森保解任と唱えてるメディアが一切なく長友万歳になってて気持ち悪いですよね。サポーターはあの悔しさ全く忘れてないですよ。一番森保が甘ったるいから仕方ないやろ。5年目でチームとして何の積み上げもなく選手の子が足りなかったとか言ってるやつやぞ。モチベーター的に長友が来たことで自分たちの弱さを露呈された感じで悔しかったのかもしれない。頑張れ堂安。ビッグマウスとワールドカップの時のゴールへの嗅覚は本田圭佑っぽいなって思いました。少しレベルの低い集団になっているわ。本当にいろんなところで増えてきてる印象。レバークーゼン2点決めるだけあるな。